こちら大滝裕太24歳対して青コーナーからは後藤克也26歳の出陣です。58kg ファイト。中村さん、ともに王座へのチャンスはありました。そこからのこの一戦迎えたということになりますね。そうですね、まあ、大滝選手の方は挑戦者決定トーナメントの方で神戸選手と1月に戦って、はい、まあ、負けてしまったんですけど、まあ、そこまではすごくいい形で勝ち続けてたので、まあ、その最後の最後のところで負けてタイト挑戦にはならなかったんですけども、まあ、本当にいつ挑戦してもいいというか、そのぐらいこう去年実力伸ばしたファイターだと言っていいと思いますね。はい、まあ、後藤選手の方は60キロでずっと戦ってて、で、まあ、58キロに、まあ、階級落として、まあ、ワンマッチという形でのチャンピオンの武田選手には負けてしまったんですけど、はい、まあ、やっぱり60キロの時からこの体は強くて、まあ、自分でも言ってるようにこうパワーとかフィジカルには自信があるということを言ってたのと、一発重い攻撃があるんで、はい、それをこの階級でうまく出せれば結構こう肩にはまった時の強さというのはあると思うんですよね。なのでその辺がこの試合で出るかどうかっていうのは、まあ、見ていきたいですよね。プラス後藤には回転系の技もここぞという時にありますね。はい、なんで、まあ、後藤選手がその一発一発重いのに対して大滝選手はやっぱりこう数をどんどん当てて、はい、その中でどうだ、ここはローブローです、はい、まあ、倒すっていうのはスタイルなので、まあ、パンチが得意な2人ですけど、まあ、ちょっとスタイルというか、タイプは違うのかなっていうような気がしますね。はい、力のある後藤、それに対してスピードと手数が赤いグローブの大滝。回復を待って続行です。さてここまでの展開なども含めてですね、小比類巻選手にもぜひ2人について触れていただきたいと思います。はい、そうですね、後藤選手は前に出る力が強いですよね。で前に出てパンチも強いだろうし、あと打たれ強いだろうし、はい、ロープの使い方さえしっかり覚えれば、今後レベルがまたさらに上がって倒せる選手になってくると思いますね。はい、そこは気になりますね。はい、で大滝選手は、まあ、しっかりと構えて、はい、ジャブからリズム取って攻めていくと、で、まあ、攻撃的には基本的な攻撃しかないんですけど、まあ、スタミナもあるしリズムが速いところで手数もあるんで、はい、まあ、その中で当たったら倒せるっていうところもあるので、そうですね、まあ、彼がもし今後レベルを上げるとするならば、基本的な攻撃以外にも身につけなきゃならないので、はい、例えばフェイクを使ったりフェイントを使ってみたり、例えば来たところに対してのカウンターを狙ってみたりとか、いろんなそういう技をさらに身につけていくと彼は強くなってきますね。こうしたパワーのある後藤のような相手に対して、そうですね、さまざまな手立てが必要にまたなってくるんでしょうね。今膝からのパンチ、さらに膝かミドルかという軌道で見せてきます。足技、中村さん、やっぱり大滝はこのキビキビとした動きがいいですね。はい、そうですね、やっぱりもうどん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 動いてジャブから起点に攻撃をやっぱり当てていく、それで多分本人もリズムが出てくるタイプだと思うんで、まあ、やっぱどん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 も手数を出すっていうことがもうバロメーターみたいなもんですよね、大滝選手にとっては。はい、前に出てくるのが大滝、それに対して小比類巻選手、後藤の方はこれどう見えますか？そうですね、まあ、後藤選手はその相手が手数出たり早かったり、そんなのは動じないですよね。やはりそれだけのフィジカル面もあって、打たれ強さがあるし、はい、逆に自分の攻撃をいつ入れてあげようかっていう、そういう方向に持っていってると思います。はい、その自分のフィールドにできるだけ早く引きずり込むというの、これ大事でしょうね。大事ですね、特に1ラウンド目は大事ですよね。そしてその後藤がそのロープの使い方というご指摘ありました、そんな場面があったらぜひまた教えてください。はい、第2ラウンドがスタートしています。大滝は変わらずよく動きます、赤いグローブ、右ローキック、2人とも左手を前にしています。探るようにボディから顔面へというのが大滝、ガードの外から、そしてインサイドのパンチ、
そこに左を合わせるのが後藤です。中村さん、後藤の方もいつ自分の局面だと見るかどうかですよね。そうですね、やっぱりあのバックフロー、バックキックは、やっぱり威力あるんで、それをどっか狙うタイミングも考えてると思うんですよね。先ほど第1ラウンドも一発バックスピンキックは繰り出しましたね、あと結構左ミドルはいいんじゃないですか、ジャブと左ミドルは後藤選手の方は、これですね、バチンというと、大竹選手があの1月に神戸選手だった時に結構まあミドルもらってたんですよね、で神戸選手は大竹選手の試合見て蹴れると思って蹴ったってことを言ってたんで、もしかしたら後藤選手もそういうのを考えて事前に思って 蹴りっていこうってしてるのかなとは思いますけどね、ブルードッグジム、同門のファイターとしては今ワイルドラッシュリーグでは投手選手が頑張っていますよね、そうですね、あのリーグ戦という枠組みに入ってブレイク仕掛けているところもあると思うので、後藤選手も続きたいですよね、さあ小比巻選手、このラウンドここまでの印象、今バックスピンキックいかがでしょうか。まあ、お互い下がらず打ち合ってるんですけど、後藤選手はジャブが上手いですよね。ジャブで何発か、大竹選手もらってるんですけど、やっぱこの左の使い方、ジャブだったり前蹴りだ、左の前蹴りだったり左のミドルだったり、左のインローだったり、この前足前の手を使える選手っていうのはやっぱ自分のペースに持ってくるの上手いんですよ。でこのジャブをやっぱもらわないためには何が必要かというと、これどの選手もそうなんですけど、例えばフェイントを使っていくふりをしてジャブを勝手に出させるとか、あとはパリングもそうなんですけど、特にダッキングだったりスウェーだったり、ウェービングだったりとか、そういう防御っていうのはいくつもありますよね、このいくつもこの防御を使えない選手はやっぱりこのジャブもらうんですよ、で、大体距離感、足の距離感でそのジャブをかわすっていう選手はまあまあいるんですけど、その他のものができてない選手が結構多いんで、それでパンチで倒される選手が多いなと見てますね。そうですか。特に先ほどの石川選手なんてそうなんですよね、スウェーなければブロックもそこまで上手くないし、ただ彼は足の動きが速いんで、パンチの回避はできているんですけど、やっぱりいつもロープの横まれると逃げ道がなく倒されるっていうところがありますね。セコンドに投手選手も中村さんついてますね、さて最終第3ラウンドです。58キログラムリミットの一戦、青いグローブ後藤克也、ローキックは赤いグローブの太田久太、左が当たります。こういうところもこれも後藤強い、ボディーフックから左ダブルは太田。中村さん、どのあたりに注目されていますか。そうですね、やっぱり小比巻選手が言われたみたいに、後藤選手のジャブに対するこう攻防じゃないですか、このラウンドは、後藤選手はやっぱりあそこからもっとビッグヒットにつなげたいでしょうし、それに大竹選手はあれに対して攻撃合わせたりとか、ジャブに対する対応でどう自分の攻撃にしていくかっていうのが勝敗を分けるんじゃないですかね、その大竹の動きですね。大竹選手は1ラウンド目から全然リズム変わらずどんどん前出てくるところが本当持ち味ですよね、やはりこれは対戦相手一つ嫌でしょうね。嫌ですね、スタミナがきっとあるんでしょうね、大竹選手は。そこに右アッパー、思い切ってのパンチは後藤です。左のインローもいい。今日ね、倒す試合も多かったんですけど、やっぱこの後半どんどんこう動きが良くなって相手を押し切るっていうところが持ち味だと思うんですね、大竹選手は、それで事実 KO 率が上がりましたしね、大滝左の蹴りを食らって右腕が真っ赤に腫れ上がっていますが、それでも全身全身のスタイルです。左フック、左側に回っての後藤、腕をほぐすようにしてローキックです。内から外からさらにミドルキック、後藤の蹴り分け、それでも大滝そこから前に出てきます。連打連打の速射砲ですが、やはりこういうところも左のパンチは後藤、大滝は手数、
中村さん、やはり予想通りの展開でしょうかね。そうですね、まあ、ただやっぱ後藤選手はもっと前に出たいとは思うんですけどね、はい、大滝選手のこのリズムの速さと、手数なかなかそれができないような印象が受けますね。確かにまだ押し切るという印象ではないですね、はい、後藤バックスピンも潰されています。そして右のフックへ、やはり小比類選手、あの後藤得意の回転技も距離が詰められてしまいますね。そうですね、それを大滝はしっかり視界に入れています。右ミドル、そして左のパンチへ後藤、右ストレート大滝、自分のものにしたい左、大滝詰める、バックスピンも見ている、かわす、何か中村さん、ギアを一つ大滝が上げたように見えます。あの右のパンチからじゃないですか、そこに左ハイから右ストレート、後藤もさらにミドルキック重ねて飛び膝になりましたか、飛び蹴りだったか。ここで3ラウンドまでを終了しています。コーナーにもたれかかるようになりました、青コーナーの後藤克也、そしてこちらは呼吸を整えています大滝雄太。最後の攻防で鼻血も見ましたが、あ、その目の輝きはそのまま。本当に中村さん、大滝というファイターの戦いぶりが変化ありませんね。そうですね、いい意味で終盤の右のパンチからのラッシュで大滝選手最後持っていったかなと思ったんですけど、やっぱ後藤選手 の、 あの最後ハイキックからまた蹴りで挽回したので、どうつくかじゃないですかね。ジャッジはちょっと難しいかもしれません。緊張の面持ちで青後藤、赤大滝、判定です。後藤1票得ています。2人目ドロー、3人目です。3人目もドロー、1対0、2票以上の得票差がない場合は延長戦となります。木が先にリングの中央へやってきていました。まあ、58キロという階級でいうと、まあ、新宿フェス大会であの鈴木雄三選手はすごくいい KO 勝ちしてる、こう次のこうタイトル挑戦争いでちょっと今一歩リードしてると思うんですよね、はい、まあ、そこに続くっていう意味でも2人はもちろん考えてると思うんで、はい、勝ちと勝ち方ですよね、はい、そのチャンピオンの武尊選手とも鈴木選手好試合を見せていますから ね、はい、さあ自分も負けないと、大滝パンチで詰める、接近して左右、小比類巻選手はここから先どんな展開を予想されていますか。あのお互いに前後前に出ることが得意なんで、どちらかが下がった方が負けになりますよね。あ、はいはい、ここから先さらにこの前進力問われてきます。ああ確かにそうですね、もう後藤の方もそれを分かっているのか、大滝が前に出ても引きませんね。逆に左ミドル、右ミドル、右のパンチは大滝、さらに左、速さでは大滝か、膝、打点が相当高い。中村さん、この辺り大切ですね、はい、そうですね、やっぱり一発もらってもその倍返すじゃないですけど、はい、大滝選手どん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 出てくるんで、またここに来てその威力も増しているような大滝のパンチから膝、後藤選手のミドルも結構入ってると思うんですけどね、そこで大滝選手の手数は止まんないですよね、はい、あまりダメージを表に出しませんよね、はい、大滝というファイター、まあ、スタイル的に、まあ、蹴られるのは分かった上で戦ってるっていうのもあるんじゃないですか、もしかしたら、はい、蹴られるけど前には出ようっていうような、あ、前蹴りも使ってきます、そして左フック相打ち気味ですが、ここで位置を譲らないのが大滝、左ミドルは後藤、後藤も前に出る、前に出て押して右ストレート、大滝が返す前蹴りで、さあ後藤、しかしパンチは大滝、なかなかこの辺り小比類巻選手一進一退に見えるんですが、もう残り時間が少なくなってまいりました。そうですね、
まあ、ここから本当に弾力というか生命力、はい、まあ、その強さ、絶対に勝ちたいというそこのエネルギーがどちらか出るかですよね。あ、これ後藤は中村さん口からですね、接近戦で、あ、それでもパンチ、後藤、大滝が回ってから右、うん、右は打ち合い、うん、拳をグローブを投げつけるかのような後藤のパンチ、大滝がそれでも手数を、手数、いや左だ、フック後藤、ここで延長戦終了、12分間戦い抜きました両者です。小泉巻選手、はい、ぜひ印象を伺いましょう。いや、大滝選手よく攻めて手数も出たんですけど、終盤の後藤選手のパンチやっぱありますね。ありますね、うん、本当に硬いというか重いパンチですよね。はい、引いたんじゃないですか大滝選手、あれがある限りということなんでしょうね後藤。そのファイトを見せつけました。しかし2度目の判定が下されるということになります。後藤克也対大滝裕太。中村さん、またちょっと難しいかもしれませんね。そうですね。ジャッジにかかず10対9、青後藤。本戦と同様、1人目は後藤。ジャッジ豊永、10対9、赤大滝。大滝返しました。3人目